西村正美は、日本の元政治家、歯科医師。西村正美とも表記される。東京都中野区生まれ、東京都杉並区育ち。白百合学園高等学校卒業。日本歯科大学卒業後、東京医科歯科大学に入局。1996年に、歯科医師として、独立開業。歯科医師として、学校医などを担当した。2001年。 東京都議会議員選挙に、杉並区選挙区から自由党公認で立候補し、落選。2009年、社団法人東京都中野区司会司会理事に就任。同年、民主党支持に転向した日本司会司連盟の、組織内候補に選出。2010年7月に施行された第22回参議院、議員通常選挙に比例区から民主党公認で、立候補し初当選。 2011年12月、週刊文春に、同じ民主党所属の山本剛志生、衆議院議員との議員宿舎において、反同性不倫をしていると報じられる。2012年3月、衆議院議員の山本剛志生と結婚。2016年7月に施行された第24回参議院、議員通常選挙では、比例区から民進党公認で立候補したが落選。 2017年に施行された東京都議会議員選挙に民進党公認候補として杉並区選挙区から立候補するも現職議員と票割れを起こし落選。これにより杉並区選出の民進党都議会議員は例となった。ありがとうございます。